ただいまより株式会社キューブ、2024年12月期第2四半期決算説明会を開催いたします。それでは本日のご説明者をご紹介いたします。代表取締役社長 CEO、松村智明でございます。それでは早速始めたいと存じます。よろしくお願いいたします。えー、株式会社キューブ代表取締役社長の松村です。 本日は大変お忙しい中当社2024年12月期第2四半期決算説明会にお集まりいただきまして誠にありがとうございますそれでは早速ではございますが決算報告そして事業進捗と順に説明させていただきます時間の都合上 後半にございますアペンディックスについては説明を省略させていただきますが更新している箇所などもございますのでお目通しの方をお願いいたしますそれでは決算報告の説明から入らせていただきます2024年12月期第二四半期決算サマリーの説明となります 売上高は昨年比で9.4%減少の22億9,300万円。営業利益は昨年の7.9%から3.8%に推移しております。減少の要因といたしましては、右下ロズ海外売上高比率の韓国向けの卸売が昨年比で減少していることの要因となります。売上の減少に伴い、売上総利益が減少しております。 また、販売会員利益におきましては、広告宣伝費の節減を進めているものの、新店オープンに伴った経費増加等の影響もございまして、営業利益が減少しております。なお、国内のリテールは前年比で順調に推移しております。え続きましてえ、業績ハイライトとなります。<laughs> 新型コロナウイルス感染拡大症以降、 活性化したゴルフ市場ですが、2024年におきましては、落ち着きを見せているという状況になっております。韓国におきましては、その影響が顕著であり、急激に需要が増えた2022年と比較いたしますと、売上が大きく減少しております。国内のリテールチャンネルに関しましては、新規出店やインバウンド需要の回復により、継続的な成長を遂げております。 今後も既存店のリニューアルや増殖を進めインバウンドにおける需要増も視野に入れた売上の拡大を目指してまいります。また国内外におけるタッチポイントを広げるためのポップアップストアの継続的な出店新商品のタイムリーな展開とコラボ商品などパワーコンテンツの配信を通じ国内外の EC チャンネルにおいてもさらなる成長を促進してまいります。そして 新たな市場として東アジアにおける出店と ASEAN 諸国への卸売りを強化してまいります現地パートナーの協力を得てショップインショップや長期間のポップアップなどを積極的に進め出店場所の分析と選定を現在も進めておりますこれによってグローバルにおける卸売りの活動と合わせ新規展開国での認知度を高め 越境医によるグローバルな収益力の強化と合わせて。今後の成長の要としてまいります。続きまして、業績概要となります。え、基礎に公表した。業績予想値に対して。売上高の進捗率は、四十四点八パーセントとなっておりますが。下期に、新規出店した。 効果ななどを見込んでいるため概ね想定通りりの進捗となっておりま,すまた各段階利益につきましてもいずれも30%台の進捗となっておりまして社内計画からは上回って進捗しております。続いてこちらは毎月開示させていただいております2024年上期から直近にかけての直営チャンネル における前年同結比売上高の推移となります年初につきましてはおおむね順調に推移いたしましたが2024年春シーズンの展開月となる3月の初心には寒波による積雪など天候不順の影響を大きく受けましたまた2023年はブランド創立15周年のアニバーサリーイヤーに伴い国内初のフラッグシップストアである青山店をオープン その前後で周年を記念した新規コレクションの投入やアンバサダーを起用した大規模な広告プロモーションなどを行いましたが今期は同様の PR やマーケティングがなかったことにより前年比に対して未減での推移となっておりますその後6月はロイヤルカスタマー向けの施策を展開したことで前年比100%を回復いたしましたが直近の7月におきましては ゴルフ場においても警戒アラートが出るなど猛暑の影響を大きく受け前年比90%を割り込んでいるという状況になっております続きまして営業利益の増減要因についてご説明いたしますまず粗利率は前年と比較して増加しておりますが先ほどお伝えいたしました通りに 韓国へのオール修理が減少したため、粗利額が減少しております。ただし、商品自体の減価率の悪化は生じておりません。その他、営業線分に影響するポイントといたしましては、事業拡大による従業員数が増加し、それに伴って人件費が増加しておりますが、この後も引き続きグローバル事業の拡大に向けた人材の獲得を継続して進めてまいります。 また昨年オープンいたしました青山店に関する地代家賃原価消却費費耗品費などが増加しております一方広告宣伝費につきましては EC を中心とした広告媒体費の運用効率の改善に加えて昨年行った海外での展示会への参加や青山店のオープンに伴う大規模プロモーション等を本年は行っていないため、えー、減少しております。 続いて BS の概要についてご説明いたします。BS につきましては大きな変化はございませんが、春夏シーズンの終了によって営業再建、債務、在庫が減少傾向にございます。続いてキャッシュフローの概要となります。営業活動におけるキャッシュフローは順調に推移しており、現金及び 現金同等物の期末残高は前年同期比とほぼ水準となっています。続きまして国地域別展開状況の説明となります。ゴルフブームの需要が顕著であった韓国の売上,高や売上比率が低下した一方で、堅、え、調、ー、に推移する日本国内の売上比率が上昇しており、前年同期比で、 国国内ははポポイインントト増加韓国はポイント減少する形となりましたまた3月に出展を行った新規展開国となる台湾におきましては前年同期比で1.6ポイント増加と順調に売上が拡大しており今後も継続的にグローバルでの出展を予定しております続きまして重要指標と財務 KPI となります こちらの内容につきましてはお目通しをお願いいたしますえ続いて事業進捗の説明に入らせていただきますこちらは各チャンネルごとの計画とその進捗状況についてまとめた図となりますまずアジアにおける展開状況からご報告とさせていただきます台湾において 本年3月に初の助成展をオープンいたたししますしでに当社ブランドは富裕向けラグジャリーゴルフブランドとして高い認知度を誇っておりこの強みが大きく寄与し出店直後から展開するフロアでトップクラスの売り上げを達成しております下期にはタイチュンへの新規出店を計画しておりこのあとも年に1店舗ペースでの拡大を図っていく予定でございます また多くの富裕層が存在しグローバル展開において重要な市場である中国におきましては現地パートナーの選定が最終段階に進んでおり下期には正式に確定する予定でございますこのパートナーシップを通じて中国市場への本格的な参入を実現し複数店舗の出店計画を進行中でございます中国における事業展開は当社の成長戦略においても 重要なマイルストーンと考えておりこれによりさらなる市場のシェアの拡大とブランドの強化を進めてまいります続いてアセアン諸国における取り組みについてご報告いたしますシンガポールインドネシアベトナムでの展開を進めており下記にはシンガポールでアセアン初となる助成店をオープンする予定となっております これにより、ア e a ン地域内でのブランド認知が一層高まることが期待されております。インドネシアにおいては、複数箇所でショップインショップ形式の展開を進めており、市場シェアの拡大を着実に進めております。ベトナムにおきましても、著名百貨店内で長期にわたるポップアップストアの出店を実店しており、両国においてその効果を測定しつつ、 常設線の出店を計画しております欧米その他の未開拓地域におきましてはデジタル B2B ツールを活用した既存顧客における卸売の売上拡大と新規開拓に引き続き注力してまいりますまた低迷していた韓国市場におきましては 上期に5店舗下期には1店舗の新規出店が確定しており市況に合わせた成長を常に進めております今後もアジアやアセアン諸国を中心にポップアップストアや越境石を含めた購買データをもとに厳選されたエリアでの新規出店を進めグローバル事業の拡大を引き続き推進してまいります続きまして オンンラインチャネルの計画についいててご報告とさせていただきます。まず海外 EC では紙機においてアイカーブ商品と新規カテゴリーを追加したことが売上げの増加に大きく寄与いたしました今後は中国事業のスタートに合わせて当社ブランドの認知度が高まるタイミングと捉え中国大陸のライフスタイル型共有アプリやメッセージングアプリなどを通じて インンバウンド従への強化を図り国内外においてオンラインとオフラインの双方から売上拡大を目指してまいります国内 EC では外部プラットフォームへの新規出店準備が順調に進んでおりまして下期中に開始する予定でございますまた UIUX の改善を目的に現在専門家にも入っていただきまして自社 EC におけるプラットフォームのリニューアルを開始予定でございます この後も CVR 率の向上と売り上げの拡大を推進してまいります。最後に国内チャンネルについてですが下記には未開拓エリアにおける出店の布石といたしましてアウトレットを含めたポップアップストアを積極的に展開してまいります。これにより新規顧客の開発とブランドの認知拡大を図りその効果を想定しつつ 以降の常設店の出店に向けた計画を進めてまいります続きまして我々の重要指標と位置づけるグローバル展開について総括してご説明させていただきますこれまで韓国市場において相談利点を通じた積極的な取り組みによって60を超える店舗を展開し マーク・ンド・ロナは韓国において確固たる地位を築いてまいりました今後も韓国での成功例をもとにアジアアスリアン地域における現地パートナーの開発そしてその協力を得た出店とその国々の市場にマッチしたローカライズを進め各地におけるブランドの進化と発展を進めてまいります好調な日本国内へのインバウンド売上においては トラベル向けの専門誌やウェブサイト SNS などを用いて国内各店舗への誘客を図っており青山店の旗艦店を中心にラグジャリーゴルフブランドとして実店舗を通じた世界観とその体験を提供することでロイヤルカスタマー化を進めておりますその結果グローバル顧客のリピーターが各店舗で増加しているという状況でございます 特に多くの富裕層を有する中国市場からのインバウンドが増加しておりまして今後の中国での展開は当社の成長と発展において極めて重要な意思と占めておりますこれまで複数のパートナー候補と時間をかけて慎重に接種を重ね現在選定の最終段階に入っております本年下期には現地パートナーとの契約を締結し 2025年以降には中国国内での事業展開を本格的に開始する予定です。また、生産拠点においても現地のパートナーと連携し、開発力の強化、生産コストの削減を効率的に行い、人件費や資材の高騰といった課題に対応し、さらなる収益力の向上を目指してまいります。このように、 世界各国でのタッチポイントの増加を通じたブランドの認知度の向上と出店による売上拡大そして影響維新の収益化が拡大にも取り組んでまいります続きましてグローバル展開の一環として各地での展開状況をイメージとともにご説明いたしますまず台湾での取り組みについてご説明をいたします え本年3月当社は台湾の大手財閥グループ企業を代理店として台湾初となる新店舗を台北の著名な百貨店内にオープンいたしました開店と同時にフロア内においてトップクラスの売り上げを計上しその後も継続して好調であるということから本年下期には台湾の中央西部に位置する台中にも新規出店を計画しており この後も継続しした出店を予定しております。台湾を筆頭にこの後も中国マカオ香港を含むアジアの富裕層をターゲットにさらなる収益の拡大を目指してまいります。なお台湾における店舗展開は現地代理店を通じたものであり当社における直接の投資費用は発生しないためリスクを抑えつつも積極的な市場拡大が可能となっております。 え続いて韓国での取り組みについてご説明いたしますこちらは2月末にリニューアルオープンしたフラッグシップストアで韓国国内における最大の機関店となっておりますこの店舗はソウル市のカンナム区に位置し富裕、えー、層ご用達のラグジャリーブランドや高級レストラン高級会社ディーラーなどが集まるエリアとして知られており当店の魅力を一層引き立てています 約120坪の広々とした店内には1階に本格的なカフェを併設しオリジナルコーヒーやブランド専用アクセサリーを提供しておりますまた地下1階には最新のゴルフシミュレーションと試打室レッスンプロによるゴルフスクールやゴルフクラブのフィッティングラボを併設しお客様の様々な体験を提供しています先述した通り紙機に5店舗 下期にはア1店舗の新規出店が確定しておりゴルフ特需は終了したものの今後の安定した成長が見込まれておりますなお韓国での店舗展開は現地代理店を通じた卸売形式で進められており投資負担を最小限に抑えた高品質な顧客体験を提供することが可能となっております、えー、続きまして ASEAN 地域での展開についてご説明いたします。インドネシアでは、大手ゴルフクラブとの独占販売権を持つ現地代理店を通じて、百貨店、路面店、富裕層向けのゴルフ場、高級リゾートの5カ所にあ5カ所において展開を進めております。現地でのブランド認知度が高まるとともに、富裕層が増加している新興国においてあらゆる角度から出店開発を行っております。 ま ASEAN の玄関口とされるシンガポールにおいては本年下期に最も富裕層のメンバー合意、会員制高級ゴルフ場内に新規出店を計画しておりアセアン地域全体でののブランドの強化を図ります。続いてベトナムではハノイのショッピングセンターとホーチンミンの百貨店におきまして現在ポップアップストアを展開中でございます。 富裕層が増加しているベトナム市場におきましては当社ブランドの成長の可能性を検証し成功を見据えた調整船の出店を計画しておりますなお ASEAN 地域での展開についてはポップアップも含め現在パートナーを通じた卸売形式で進められており当社の直接の投資費用が発生しないためリスクを抑えつつも高い成長が期待できております続きまして 日本国内リテールについてご説明いたします。えー、我々の主力店舗である銀座シックス店を本年3月にブランドの旗艦店となる青山店のインテリアデザインを用いまして約2倍となる5 2坪に拡大しブランド初のデュアルコンセプトアースターとして全面リニューアルオープンいたしました。弊社が展開する、えー、ジェネラルコレクションコードコレクションの 2つのカテゴリーを明確に分けて展開することで、多様な顧客ニーズに応えることが可能となり、青山店に次ぐブランドの世界観を体験いただける店舗となっております。また、開店時には、新作の発売だけでなく、コラボ商品、限定ゴルフクラブなどを発売するなど、1日の売上としてはど同フロア内、そして弊社における展開店舗としても過去最高の売上を記録するなど、 非常に好調ななスタートとなっておりますまたエリアの特性からインバウンドの需要が非常に高く将来的にも大きな成長が見込まれる店舗となっております続いて本年9月に関西エリアにおいて訪日外国人による高い売上比率を誇る主力店舗大丸震災橋店での増殖リニューアルを予定しております関西エリア最大の店舗として 青山店のストアレギュレーションを取り入れた拡張リニューアルを実現し豊富な商品ラインナップとラグジュアリーな空間を提供しております。これにより国内外のお客様に唯一無二のラグジュアリーゴルフブランドとしての世界観購買を通じた体験を提供し日本ブームに沸くインバウンド市場への訴求を強化し国内の売上のさらなる拡大を図ってまいります。今後も、 ラグジャリーゴルフブランドとしての世界観を体験していただけるよう統一したストアレギュレーションを用い既存店のリニューアルや新規出店を積極的に進め全世界のフラッグシップストアを通じてブランドの発信を推進してまいります。また大丸心斎橋店銀座シックス店での接客を通じ SNS やアプリを活用したグローバル顧客の帰国後のタッチポイントとして重要な 越境 EC においても、それらによるアフターフォローを行うことで、オンラインとオフラインの双方から収益力のと、えー、顧客満足度の向上に努めてまいります。えー、続きまして、中長期戦略についてご説明いたします、えー。こちらは我々の成長戦略をまとめた図となります。第一の戦略は、 最重要指標とと位置づけるグローバル展開となりますアジアアセアン地域における事業拡大を目的に現地の有力企業とのパートナーシップを確立し市場に即した商品開発とサービスの提供そしてパートナーと連携した生産の効率化を図りますまたデジタル B2B ツールを活用した積極的なマーケティングにより卸売りの強化や欧米で行われる合同展示会 そして各地で行われているポップアップストアの展開と海外マーケティング戦略への投資を通じて越境意思の強化を図りグローバル市場でのブランド認知度を高めてままいります。同時にマーケティングで得られたデータを活用しユーザーの思考を分析し戦略的に出店展開を進めることで収益力と顧客満足度の向上を目指してまいります。 これらの取り組みを通じてグローバル市場での競争力をより一層強化してまいります。第2の戦略はブランドの進化です。フラッグシップストアやポップアップストアを通じてブランド魅力を発信し、戦略的に各地での出展開発を進めてまいります。また、マーケティングで得られたデータを活用し、ユーザー層に適した商品展開やカテゴリーの強化を行い、 各国でのブランド認知度を高めてままいります。さらに好調なカテゴリーを分析し富裕層のライフスタイルに基づいたカジュアルウェアや旅をテーマにしたトラベルコレクションなどゴルフウェアにとどまらない新規ブランドを開発しさらなる収益源へと成長させてまいります。第3の戦略はコラボレーションによるブランドの開発です。我々のクリエイティブを軸に、 グローバルで活躍するブランドや異業種とのコラボレーションを行い新規カテゴリーの展開を通じたブランドの開発を積極的に進めてまいります直近でもサステナブルな観点から日韓で共同開発したサンケア用のコスメ欧州の機能性に優れる著名アイウェアのメーカーと開発したサングラスゴルフシューズ機能性に優れたラゲッジブランドと 共同開発しししたトララル向けののバッククココレレシショョンンなど数多くのコラボレーションをてて投入しておりますまた今後はバーチャルヒューマンやアイドルグループとのコラボレーションなどを通じたパワーコンテンツの発信なども予定しており多方面からの話題を常に提供してまいりますまた世界的な人件費資材高騰に対応するために各地での生産拠点の開発も コラボレーションの一環と捉え安定したブランド開発を目指してまいります、えー、続きまして2024年度の我々の立ち位置を説明いたします昨年2023年は猛暑や断冬による国内売上げの減少アンバサダーにおける広告配信の自粛一部の商品不良における自主回収など 想定外の要因が重なり繰上げ高と営業利益の減少へとつながりました2024年につきましては先述してきましたとおりにアジア・ ASEAN を中心に世界の富裕層をターゲットにしたブランド力の強化を継続し当社の成長にとって最も重要であるグローバル展開に一層の力を入れてまいりますこの目標を達成するために現地パートナーと連携した出店開発そして 様々なマーケティングからたデータを分析し新たな市場開拓を進め海外売上比率の拡大を進めてまいりますこれらの取り組みを実現するためにグローバル事業に知見のある主要メンバーで構成されたチーム全体の結束を図りながら今後の成長を目指すための投資フェーズとみなしております 定量的な中長期成長目標に関しましては上場以降にご説明したけた内容に修正を加えておりますが売上高は年平均成長率 CAGR20% 以上営業利益は40%以上を目指しますまた営業利益率は20%以上自己資本利益率 ROE は15%以上を目標として現在注力しております グローバル展開に全力でで取りり組んままいりますこれらの目標達成には一定の時間を要するものの市場環境の変化に柔軟に対応し長期,的な、えー、長期的な視野に立った戦略的なアプローチを活用することで実現へと導いてまいります。今後も当社はお伝えしてきてました通りに成長戦略を通じて多様な挑戦を計画的、効率的かつ 着実に進め我々のビジョンを達成してまいります最後に当社の株主還元方針についてご説明いたします当社は成長手帳企業でございまして業用拡大を目指した投資を継続していきます株主還元方針といたしましては投資に基づいた業用拡大による企業価値の向上を優先してまいりますが外部環境時の、えー、急変時には 自社株買い等機動的な春政策も視野に入れ、IR を強化し、株主価値の拡大を図ってまいります。以上をもちまして、当社24年12月期第2四半期決算の決算報告とさせていただきます。ご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。これれより質質疑応答のの時間といたしまます。す。そでではまず最初のご質問です 原材料価格の変動や為替の影響があれば教えてくださいというご質問ですお願いいたしますえご質問いただきましてありがとうございます、えー、原材料価格の変動とえっ、ー、と為替についてのご質問だったかと思いますので、えー、ご回答させていただきます えー、原材料価格の変動や為替の影響につきましては、当社ブランドとしても現在、えー、無視できないような状況にはなっております。えーまあ、そうではございますが、現状におきましては、業績に与える影響というものはさほどないと認識しております。一方で、円安についてはです、ね、インバウンドの需要や、そして海外 EC の拡大という、そういった面では、えー、プラスに働く、えー、ポジティブな面というのも、えー、存在しております。 しかしながら原材料の高騰、そして円安、そういった部分の仕入れ価格の増加というものに関しましては、この後もずっと継続的に続くものと考えておりまして、各国のパートナーと連携した生産背景の構築であったり、サプライチェーンの改善、そういったもの、そして内外価格差などをまあ意識した、ですね売価設定の見直,しと見直しなども行いながら、急激な変化にも対応できる、 そういった効率的な体制を整備していきたいと考えております以上ご回答申し上げましたご質問ありがとうございました続いてのご質問です昨今百貨店などで新興のゴルフブランドを目にする機会も増えている印象です競合環境は激化しているのでしょうかまたそうした中で御社の優位性を改めて教えてくださいというご質問ですお願いいたしますご質問ありがとうございます ただいまの質問は、新興ブランド、競合ブランドに激化しているというような質問だったかと思いますあのご回答させていただきます。コロナ禍のゴルフブームを受けまして、ゴルフアパレル市場の新規参入が増えて、ま競争の激化とともにですね。 関連商品の飽和という状態が続いているということは事実でかと思います。その中でも当社ゴルフブランド当社のブランドに関しましては市競のトレンドにあまり左右されにくいロイヤルカスタマー向けの富裕層を顧客ターゲットといたしましたブランドということで価値の創造を行っております。また2008年から ラグジャリーゴルフというコンセプトのもと、えー、約16年にわたってブランドを展開しておりまして、まあ、多様なカテゴリーと長年、えー、培ってきた商品の企画力そして、えー、我々の木村拓哉さんのような著名なブランドアンバサダーを中心としたパワーコンテンツを数多く、まあ、配信しているというところも大きな違いなのかなというふうに考えています、まあ、またこの後もいろいろな商品展開しているんですが、まあ、ゴルフにとどまらない 価値の提供というものを行っておりまして、その優勢については他の競合ブランドにつきましてと比べると、ま唯一唯一無二のポジショニングというものを継続しているというふうなそんな認識で考えております。以上ご回答申し上げました。ご質問ありがとうございました。続いてのご質問です。広告宣伝費を絞っていらっしゃるとのことですが、今後広告費用は抑制されるのでしょうか。 広告を絞ることでユーザー層の獲得売上の確保にマイナスの影響は出ないのでしょうかといったご質問ですお願いいたしますえご質問ありがとうございます、えー、ただいまの質問は広告宣伝費をま縮小している絞っているのではないかなというところで売上に影響が出ないかというご質問だったかと思います えまあ具体的に申し上げますと、まあ、昨年で申し上げますと、えー、15周年というあの記念すべくアニバーサリーエアだったということもありましてです、ね、青山店の旗艦店オープンの中心に、大規模な広告展開を行いましたが、まあ、本年度はアニバーサリーなど、そのような同様な案件がないことから、イベントを行っておりません。また、直近であの増加傾向にあったデジタル広告におきまして、 SEO の最適化とマーケティング広告全般の費用対効果を精査し、効率的な運営あのシフトしているとい,という部分もございます。特に検索エンジンアルゴリズムの変化に対応し、オーガニックと有料トラフィックのバランスを最適化するということを進めておりまして、そういった部分から費用対効果の向上というものも目指しております。今後は話題性のあるユーチューバーじゃなくて、話題性のあるバーチャルヒューマンや アイドルグループなどのコラボレーションなど、そのようなコンテンツ自身にですね、独自性があって、SNS などを通じて自然に拡散していくような、そんなコンテンツ自身の自体のクリエイティブの方に投資していきたいと考えています。多方面のバズをま活用した新規顧客の獲得、そしてロイヤルカスタマー向けのマーケティングを中心に広告展開の方は継続して進めていく考えでございます。以上、ご回答申し上げました。ご質問ありがとうございました。 続いてのご質問です韓国は上期に新店舗5店舗を出店しており反動感は一巡しつつあるにもかかわらず韓国の売上減売上が減少しているのはなぜでしょうかといったご質問ですお願いいたしますご質問ありがとうございます、えー、韓国での出店に対してですね反動源があるというところのご質問かと思いますがご回答させていただきます <laughs> 現地におけるゴルフブームは先ほども説明させていただきました通りにある程度収束してきているというところに関しましては売り上げが減少している市場全体は今現状、下げ止まっているというふうに認識しております。 当社ブランドの商品自体の売り上げにおいてもです、ね、回復基調にございまして現地代理店も引き続き新規出店の意向を示しておりましてリニューアル等のも積極的に展開しております、まあ、ここまでは現地において一時的に既存,店の既存の在庫の消化に注力しておりまして当社から代理店の売り上げが減少している状況というものは継続して続いているんですが 今後はこちらについても、えー、回復傾向に転じると、えー、想定しております。またそのような計画、企画の方も進行している最中でございますので、この点はあの一転してくるのではないかなと思っております。まあ、あの、支給、まあ、においても実図ベースで、えー、今後も韓国におけるゴルフ市場につきましては、 まあ安定的に成長してくるんではないかなというふうに思っています。まあ今ここあの下げ止まりというところでえ今後の回復指標にま、えー、対してですね、指標に合わせて我々の方も成長とその戦略を改めてえ整理してまいりたいと思っております。以上ご回答申し上げました。ご質問ありがとうございました。続いてのご質問です。配当の開始はいつ頃になるとお考えでしょうかといったご質問です。お願いいたします。えご質問いただきましてありがとうございます。 えー、株主あ配当の開始はいつ頃になるかという、えー、ご質問かと思いますが、えー、それについてお答えさせていただきます。あの <laughs> 今後の業績の状況等はもちろんそういった部分もございますが株主優待等を含めた株主様の皆様への還元,還元対策については検討を行っていきたいと考えておりますが現時点では収益,収益力の強化のための投資に注力するといった方針でございます。 現時点で具体的な時期というものに関しては明示をあの控えさせていただきたいと思っております以上ご回答申し上げましたご質問ありがとうございました続いてのご質問です中国事業について詳しく教えてくださいというご質問ですお願いいたしますご質問ありがとうございます、えー、中国事業についてのご質問だったかと思いますがご回答させていただきます <laughs> 中国におきましてはあの、今まで複数のパートナー候ートとの接触はずいぶん長い間、慎重に、えー、検討してまいりましたが、えー、近々最終的に確定する予定でございます。えー、パートナーがまあ確定次第2025年より、えー、中国国内での事業展開を本格的に開始し、さ、え、ら、ー、なる新規展開額で、えー、新たな成長を目指してまいりたいと思っています、まあ。継続した出展をあの計画しているとともにですね、 人件費や資材費の高騰といったそういった生産の背景についても現地のパートナーと連携し効率化を図ることでコスト低減を行い収入と費用面の両面から効率的に収益,の収益力の向上というものを図っていくというそのような目的も持っております。 また中国事業がスタートすることで中国国内における我々のブランドのです、ね、認知度が向上していく、上がっていくタイミングという部分に合わせて中国大陸向けの e コマースであったり SNS を通じた国内インバウンドの誘致なども強化してまいりましたいなとも考えております。 なのであのオンラインオフラインとですね双方から売上の拡大を図ることで中国の重要展開というものについて我々の当社もですねさらなる成長源として進出進路進めていきたいと考えております以上ご質問をご回答させていただきましたありがとうございます続いてのご質問です台湾で新規出店した店舗は直営店でしょうか。 また、売上の実績は当社計画に対し、当初計画に対してどのような実績でしょうか？といったご質問です。お願いいたします。えー、ご質問いただきましてありがとうございます。えー、台湾の新規出店が直営店かどうかというあのそのようなご質問だったかと思いますが、ご回答申し上げ申し上げます。<laughs> えー、台湾の,あの新規出新規店はですね。あの直営店ではなく。 先ほどちょっとご説明したとおりに台湾でございます大手財閥のグループ企業による現地代理店を通じた出店等になっております現地における売上の実績は計画費で約10%程度のプラスで推移しております当社における売上の実績といたしましても海外卸売チャンネルに含まれており前年比でも大きく増加しているという傾向でございます以上、ご回答申し上げましたごご質問ありがとうございました。 続いてのご質問です粗利率が上昇している要因を改めて教えてくださいとってご質問ですお願いいたします、えー、ご質問ありがとうございます、えー、今いただきました質問に関しまして粗利率の上昇の要因についてというようなご質問だったかと思いますので、えー、ご回答を申し上げます 相対的に粗利率の高いリテールとです、ね、EC はおおむね堅調に推移しております、しかしながらの相対的に粗利率が低い観光ゴールが減少しているため、そのようなセールスミックスの変化により、全社的に粗利率が上昇している、そのような状況になっております以上上ごごごご回答申しししげままたた質質問問ありがとうございました続い続てのご質問です。 昨今の物価上昇に伴い、高価格帯のアパレル商品の購入を避けるような消費者行動が出てきているということはあるでしょうかといったご質問です。お願いいたします。ご質問ありがとうございます。ただいまいただきましたご質問に関しましてあの物価上昇に伴う消費者行動がどのようになっているかというご質問だったかと思います。ご回答申し上げます。 我々のターゲット、お客様自体がですね。ま富裕層ということもあり、現時点ではあの顧客行動につきましては、大きな変化はないとあの考えております。また、そのようなお客様はあの小売価格というよりはどちらかというと、ブランドの価値観そのもの特にこうそういったものにですね。行われるような傾向があるかと。 考えております、まあ、その点におきましては、まあ、当社商品についても、まあ、商品企画力、まあ、デザインの面なども含めてです、ねえー、そういった部分はもちろん、まあ、商品の需給バランスであったりとか、えー、斬新なコラボレーション、えー、そういったようなもの,の、話題性、そしてパワーコンテンツにおけるあのトレンド感を維持する、えー、そういったブランド全体のバランスというものがです、ね、まあ、価格以上に重要視されるというような傾向、えー、にあるように考えております。 しかしながら、継続した物価上昇というものは、我々があが新規顧客の獲得など、その個人消費に影響するという部分は、もちろん懸念する部分でございますので、その点は注視しつつ、新規展開国における現地パートナーと連携した生産拠点、生産背景のです、ね、開発等を積極的に行い、人件費、資材高騰に対応していきたいと考えております。 なおの原材料高に伴って、ま小売価格があの我々のブランドもある程度上昇しているんですが、まそんな中でも当社のお客様におけるま売上金額、そして客単価につきましても上昇傾向は継続しており、安定した成長は続けていると認識しております。以上補足させていただきましたが、ご質問としてご回答申し上げました。ありがとうございます。続いてのご質問です。 国内アウトレットの出店場所、時期と店舗数を教えてください。といったご質問です。お願いいたします。えー、ご質問ありがとうございます。えー、ただいまの質問はあのアウトレットの、えー、出店場所、そして時期と店舗数等のご質問だったことまずご回答申し上げます。<laughs> えまずはの9月でですね、5店場のポップアップ出店を約2ヶ月間であの予定しております。その後もあの順次予定しておりますが、具体的な場所、その時期等につきましてはですね、お手で開示させていただきたいと思います。以上ご回答申し上げました。ご質問ありがとうございました。続いてのご質問です。中長期の成長目標に対する時間軸について。 今の投資フェーズがいつまで続くかなど、イメージ感について教えてください、といったご質問です。お願いいたします。ご質問ありがとうございます。ただいまの質問は、中長期成長目標に関する時間軸のイメージというご質問かと思います。ご回答申し上げます。 まず、あの我々が最重要としているグローバル展開につきましては、パートナーの選定を慎重に進めているという、そういったこともありまして、想定に対してはです、ね、若干の現在、遅れはあるものの、着実に進捗していると認識しております。 中長期目標に対する時間軸という部分についてはです、ね、上場時の説明からはあの申し訳ないですが、若干遅れておりますが、まれ、あ、我々の目指す売上高の20%の成長、そして営業利益率は40%の成長と、その部分につきましては、約2028年を目安として進めていきたいと、そのように考えております。 続いてのご質問です6月に実施したロイヤルカスタマー向けの施策とはどのようなものか具体的に教えてください今後も継続的に効果が見込める施策なのでしょうかまた7月については同様の施策を行ったものの国書等の天候要因で大きく落ち込んだという理解でよいでしょうかといったご質問ですお願いいたしますえご質問ありがとうございます、えー、ただいまの質問はあのロイヤルカスタマー向けの施策とはどのようなものかそしてあの。 今後、どういうような施策を行っていくのかというようなご質問かと思います。その部分に対して、ご回答申し上げます。 現在行っているロイヤルカスタマー向けの施策といたしましては具体的には会員のランクに応じた限定的なセールやポイントアップキャンペーンそしてノベルティあの送付そのようなことを行っておりますこれらの施策は各クラスごとに対象と期間を限定して実施することでお客様におけるロイヤルティの向上に貢献していると考えております まあ今後あの限定のセールやポイントアップというそのお買い得感ということだけでなくですね、まあインバウンド需要を見据えたまあさまざまな政策をマルウェアカスタマー向けに検討し、国内だけでなくグローバル顧客の訪日に向けたあの政策というものも検討していきたいとえそのように考えております。以上ご回答申し上げました。ご質問ありがとうございました。それではお時間も参りましたのでこれをもちまして質疑応答の時間を終了といたします。 最後に松村社長よりご挨拶がございます。よろしくお願いいたします。えとまあ、この度のあの第2四半期決算では、ま前年比に対しまして減収減益となりましたが、えー、国内リテールを中心に富裕層向けのあの顧客様におきまして、えー、ま国内外のロイヤルカスタマーカというものはあの順調に進んでおります。 まあこの後もわれわれが最重要といたしますグローバル展開をアジア・ ASEAN アア地域に向けてです、ね、注力し進捗していくことで今後もわれわれの世界におけるプレミアム・ラグジュアリーブランドの創造を通じて新たな価値を提供していきたいと考えております。本日はごごご視聴のる日にに質問いいたただきまましして誠にありがとうございました